どうもジャクバスです。今私は、クアラルンプール国際空港に行って、これからねダイヤモンド州を第2ルートということで、やっていくんですけども、ちょっとね今回の第2ルートはダイヤモンド州を、切り分けてやりますんで、とりあえず今日ここから東京まで帰って、でそこからまたニューヨーク行くんですけど、またニューヨークに行くのはまた別の日ということで、とりあえずクアラルンプールから東京に行く感じですね。で今回の動画では、昨年ね SFC 修行して、スターアライアンスゴールドを持ってますので、このクアラルンプール国際空港の、スターアライアンスのグループのラウンジで、ね、ちょっと今この時間から入れるかどうかちょっと分かんないんですけども、ちょっとね回れるだけ回ってみようかなと思っております。それでは行ってみます。それではね、まずスターアライアンスラウンジはですね、残念ながら今明日の朝のフライトで、今夜の前日の夜の9時、まあ、10時ぐらいなんですけども、この時間からだと入れないということなので、ひとまず、プライオリティパスで入れるねプラザプレミアムラウンド、こちらね昨年動画にもしたんですけども、そちらをね利用したいと思います。まあここに入れるだけいて、今日の夜夜中にちょっと移動できたらなという感じでいきたいと思います。とりあえずここですね、ここはプライオリティパスで入れるラウンジで、一応ね昨年は6時間いいですよって言われたんですけど、ちょっとそればっかりはね毎回変わりそうな気もしますんで、ひとまず聞いて何時間いられるか、とりあえず入れるだけ言いたいと思います。それでは行ってみます。ビールだけ塗る。
料で、あ、ビールだけ無料、それ以外のアルコールは無料だし、で食べ物は全部無料です。入れると思いますんで行ってみたいと思います。それでは行きます。それではね、無事ラウンジの中に入ることができました。今夜中の3時で、私のフライトが6時なんで、ここで 2,3 時間ね、滞在して、もう一つね、ラウンジが回れたら、回ってね行きたいと思いますけども、ひとまずここでちょっとゆっくりしたいなと思います。じゃあね、席に着きました。5時からじゃないとシャワーが使えないということで、どうやらね変わったのかもしれないですね。前は夜中でも使わせてくれたんですけども、一応5時からだよみたいな感じだったので、ひとまずねここでゆっくりしたいなという感じですね。で、コーヒーもらってきたんですけども、食べ物とかね、そういうのは完全に今クローズ状態で、飲み物といえば多分ね、アルコールとかも、ね、もらえると思うんですけども、ほとんど中自体は食べ物とかクローズで、置いてない状態ですね。飲み物だけサービスがあるっていうサービスがある感じですかね。
シャワールームに行きました。こんな感じです。受付でね、航空券を見せるとバスタオルとハブチがね、もらえます。ではシャワー浴びました。なんかねえなと思ったらですね、ドライヤーないんですよ、ここ。ドライヤーはですね、受付で借りなきゃいけないんで、去年もそうだったんですよね。ですので、利用する方は、女の人で渡してこないってことはないと思うんですけど、男の人でね、渡されないって方はね、先にドライヤーをゲットしてから来られることをお勧めします。今ね、4時過ぎぐらいなんですけども、やっとシャワーを浴びれてって感じですね。丸1日ぐらいシャワー浴びれなかったんで最高でしたね。で、このラウンジにはですね、奥の方にシャワーとかね、お手洗いとかあるんですけども、そこにね、シャワーも一緒にありまして、まあ、受付で、搭乗券見せると、利用させてもらえるという感じですね。その端っこに、仮眠室とかね、ファミリールームとか、あと喫煙所もありましたね。ちょっとね、私喫煙所ないって前に言われたんですよね、昨年来た時に。どうやら間違った情報だったみたいですね。すいません、この動画でも言ってしまったかもしれないんで、喫煙所あります。で、空港内にもあります。で、このゴールデンラウンジ内にもありますので、利用される方はね、そちらを利用してください。でね、あと搭乗まであと1時間ちょっとぐらいなんで、もうちょっとここでね、ゆっくりしてから、東京の方に戻りたいと思います。こんな感じで朝食をいただきます。ヨーグルト、クリームソース、チキンです。一個をつけてください。骨がめっちゃあるんで、確か美味しい。ここで軽く食べて、搭乗メーターの方に、ね、向かいたいと思います。それではね、ラウンジを出て、これからね、ゲートの方に向かいたいと思います。これがね、ダイヤモンド終了第2回目ということで、クアラルンプールから東京の路線となります。それでは行きます。今回は C24 番ゲートということで、クアラルンプールはね、ゲートの前で、クアラルンプールはね、ゲートの前でもう一回手荷物検査があるんですよね。なのでね、まあ、すごい早く行けっていうわけじゃないんですけども、まあ、ある程度ね、時間に余裕を持って行かれることをお勧めします。それではね、セキュリティチェックを終えて、ゲートの前にね、来ました。ここなんですけども、手荷物検査がね、もう一個あって、
その中に今いる感じなんですけども、こっちがターミナルの制限エリアで、もう一個制限エリアみたいな感じなんですけど、ここを越えるとお手洗いないんですよ。なんでね、交流される方は気をつけてください。結構ね、お手洗いはっていう人、前の SFC 修行来た時もね、言ってる人いましたんで、手荷物検査を終えて中入っちゃうとトイレないんで、トイレどうしても行きたくなったらもう一回出てね、もう一回セキュリティチェック受け直さなきゃいけないんでね、それだけ気をつけてください。あともう 4、5分で搭乗開始となると思います。それではね、搭乗開始しましたので行きたいと思います。ないかと思ったら本当に入り口でチェックしてましたね。びっくりしました。昨年の SFC 修行した関係で、スーパーフライプ、今プラチナ会員でプラチナで、搭乗、優先搭乗という形になりました。ないか微妙なところで、まあ、乗り出せばこんな感じですね。まあね、ちょっと足はこんなもんなんですけど、まあ別にいいですよね。まあ、これで、7時間ぐらいかな、フライト楽しんでいきたいと思います。今回のフライトはね、とうとうダイヤモンド修行開始となります。やっと開始となります。第2回目ですね。10万ポイント頑張っていきたいと思います。皆様、ただいますべてのドアが閉まりますが、客室乗務員は安全装置を行います。恐れ入りますが、お手伝いが必要な方は後ほどお知らせください。ありがたいですね。キャビンアテンダント、ほぼ帝国通りですかね。飛行機が浮いだ気がしましたが、7時間のフライトです。
しますシートベルトをもう一度お確かめください Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please make sure that your seat belt is securely fastened. Thank you.まあエコノミークラスなんだ。こんな感じでーす。で、ベンツとこんな感じになったな。でもウォシュレットはついてるんですね。素晴らしいですね。
ただいまの時刻は7月25日午後3時33分です。本日は皆様の到着が遅れ、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫びいたします。無事到着することができました。やはり20分ぐらいディレイしたんですね。この入りを出た時に荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先電波を発する電子機器もご使用になります。それではもうちょっと携帯電話で我々で待ちたいと思います。やはりこの路線は置き止めなんですね。バスで空港の方まで行くそうです。飛行機は第1ターミナル。これがマックスですね。そんなに倒れないですね。エコノミークラスですからね。こんなもんですからね。
ルダの無事成田空港に着きました。今回は、クアラルンプールから東京です。私はこのダイヤモンド周辺でひとまず、3区間に、ね、切り分けて利用しますので、ひとまず今回の動画でクアラルンプールから東京、それで一回私は帰宅してまた後日、ニューヨーク往復を、ね、したいと思います。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。